にちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。ルイ・ヴィトンを以前購入しましたが、2、3回利用した後に色が落ちて偽物でした。この場合、返品対応できますか？というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。この動画ですね、こういった風にですね、偽物の、ルイ・ヴィトンなどね、有名なブランドを購入してしまった場合のね、対応法をぜひね、紹介させていただきます。はい。この場合ですね、この商品はです、スーパーコピーですね。っていう場合が多いです。で、スーパーコピーはですね、非常に、精巧な作りですので、ちょっとですね、買ってみてわかんないんですよね。で、今ですね、やっぱりこれはですね、中国からですね、中国、韓国から商品仕入れて売っているかと思いますので、まあ、はっきり言ってしまいますと、違反品ですので、まあ、これをね、購入した後に、まあ、メルカリね、の事務局に連絡して、まあ、通報するのが一番いいかと思うんですが、この商品はですね、多分です、なんですけど、返品はね、できないかと思うんですね。それですね、業者がですね、逃げますね。はい。業者逃げて、また別の名前でやってるかと思いますので、非常に難しいかと思います。はい。で、これらの商品はですね、例えば時計とかなんですけど、まあ、日本のね、セイコーなどの時計とかを利用してね、作ってる場合もあるので、非常にですね、作りがですね、よくできてるんですね。なので、見破る場合がすごい難しいので、まあ、できればね、まあ、購入してしまっておかしいと思ったらね、まあ、大黒屋のようなね、ブランドショップに行って、一応鑑定してもらった方がいいかと思いますね。私も一度購入しまして、まあ、見てもらったんですけど、まあ、それは本物だったんですけど、まあ、自分がね、購入したい商品とはですね、大きさが違ったので、すぐ売ってしまいました。はい。なので、ぜひね、こういった場合になった時に、まあ、できれば、まあ、再度言うんですけど、大黒屋などのね、ブランドショップに持って行って鑑定していただいてね、もし、偽物の場合はね、メルカリ事務局にすぐね、通報した方がいいかと思いますね。はい。ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 通していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼンスします。ニックルがスタンプお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE と登録をによろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。